ねえ、お願いを聞いてくれない？そういえば。下手したら。頼みがある。感謝します。クロード、私のだから同盟。先生、黒缶おろしょ、その貴殿に頼みがあります。助かりましたよ先生。先生、同盟一緒、それとアドレス。なんだ？よくやってくれた。ああ、いらっしゃい。またいつでも来てくれよ。助かっちゃったわ。いらっしゃいませ。こちらですね。ありがとうございます。またのご来店を。何変えようか。また来てくれ。何変えようか。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。何変えようか。また来てくれ。我らがたく。エルディナ。これ。いき。私貴殿はレアド、俺たちまあどういう意味なんでやっぱ体勢が決まそれ先生だが大司教がたく信号本部ポドラス。尋ねたいこと。先生。二人な、任務。よしっと、戦線が動いたから兵站の見直しも必要ね。この件はヒューベルトに、こちらの軍の運用はベルグリーズ伯に。あら、先生、何か用？軍議にはまだ時間があったと思うけれど、下の者に任せられることは全て任せたいのだけれどね、前線に出るとどうしてもいろいろと気になってしまって。それで今日は。陛下、失礼します。火急のようでして。何？フォドラの喉元にパルミラ軍、それなりの規模という報告です。はい、このフォドラと東の大国パルミラの境界に横たわる堅峻な山脈はフォドラの喉元と呼ばれています。その山中に築かれた堅牢な城塞がフォドラの首飾りです。もともとは喉元を越える唯一の山道でしたが、パルミラの侵略を防ぐため同盟諸侯や教団が協力して首飾りを築き上げたのですよ。普段はゴネリル家が管理していて、気球の時には周辺の諸侯が共同で守っていたの。今回の襲来、ゴネリル領の兵だけで防ぐのは厳しいということかしら。優勝と名高いホルスト教が急病だとかで戦況が芳しくないそうです。ホルスト教はゴネリル公の嫡子でヒルダ殿の兄ですよ。ホルスト教は一騎当選の将。それを書いたゴネリル家の苦戦は理解できるわ。同盟は崩壊したばかりで、周辺諸侯に軍を召集させるわけにもいかないし、その抑えとして置いてある帝国軍もみだりに動かせるような状況じゃない。私たちが出るのが一番都合が良さそうね。私たちがこの地を本気で守ろうとしている、それを示すいい機会と捉えるわ。放置して被害が出るよりは後の統治に良い影響をもたらすのは確かでしょう。やむを得ませんな。貴殿も力を貸してもらえますか。ええ、準備が終わり次第出発するわ。パルミラ軍が喉元を過ぎる前にね。間に合ったようね。ゴネリル家の兵は撤収させて、ホドラの首飾りは私たちシュバルツァ・アドラーベイヤが守るわ。おお、救援か、助かった。相手に不足なしだ。名を挙げたい奴は首飾りを超えてみせろ。遠慮はいらん。一斉にぶち当たれ。これはホドラを守る戦い。防衛線を突破されたら敗北と思いなさい。敵の数は多いけれど、地の利を生かして食い止めるのよ。アドラステア皇帝マイル、戦場に立つ以上覚悟はできている。戦場を広く見なくても。血塗られた道、私が切り開きましょう。よっしゃー、行くぜ。あと何度戦えばいいのかしら。掃除に行くぞ。先制奇襲、有利思います。こういうつ、任せてちょうだい。どう？これも波動を敷くため、その調子よ。これで邪魔はなくなりましたね。邪魔する奴は残らず。俺が未来のために悪くない。手伝おう。頭使うできます。ブリギッ誰が相手でも勝たなきゃならねえ。悪いな。やっ、障害解除です。ブリギットも誇り見せました。立ち下がる者は必ず。導いてみせる。見えた。信じる者のため。狙い通りに進められているね。自慢にはなりません。よし。こら、甘い。やっ、穴を開けてやったぞ。まだまだ。私が負けるわけにはいかないの。その息よ。皆を導かなくては。に終わりなんてあるのかしら。人よし、死んだな。も無駄にはしない。いいぞ、皆の士気も上がる。狙い通りに進められているね。この力、さすがだ。私も続こう。感謝する。ごめんな。手ご彼らの死を無駄にはしない。今の私の部隊はこの戦場。逃がすと思いましたか。私穴を開けてやったぞ。助かります。導いてみせる。狙い通りに進められているね。よし、今だ。これで邪魔はなくなりました。やっよし、死んだな。少しは分かってきたな。未来のためも悪くない。これこれで戦況が動く。運も実力のうちだぜ。皆を導かなくてはいい経験を得る。よし、これで戦況が動く。よし、大勝利だ。この俺に挑む度胸は褒めてやる。この目でいくか。百戦無敗の将軍、いえ、もういっぱいしているものね。今回も私たちが勝つわ。101戦いっぱいじゃ格好がつかんな。ここで勝利して帳消しにさせてもらうぞ。手伝うわ。今よ。まだまだ立ち止まれない。何度攻め寄せようとこの喉元は落とさせはしないわ。パルミラ軍、難敵だったわね。今はホドラ内地に集中したい状況。これ以上攻めてくることがないといいのだけれど。パルミラ軍は引いていったようね。敵の被害もそれなりに大きい。これまでの話を聞く限り、またしばらくは攻めてこないでしょう。次に来る頃までにはこの辺りの兵だけで対応できるように体制を整えなければ。ええ、そうね。できることなら友好関係を築きたいわ。パルミラはホドラと違って神が支配するような国柄でもない。風土の違いを理解して付き合えば、女神の信奉者なんかよりはよっぽどまともな対話ができるはずよ。来たわね、ヒューベルト。ゴネリル公はなんて？はエーデルガルト様への多大なる感謝と、ぜひお礼をしたいと。さらに今後も喉元の防衛を帝国軍下で任せていただきたいとのことでした。殊勝なことね。それにしてもホルスト教の急病とは何だったの？はあ、要領を得ませんでしたが、何やら変なキノコを食べたとか。青い顔ですっかりやつれ、全身から謎の湯気が立っていました。見てみたい気もするけれど、見ない方が賢明な予感がするわ。ええ、見ない方がよろしいですな。絶対に見ない方が。そうね。あなたは見てくるといいわ。後で感想だけ教えてくれる？